ダイソーデフロー D。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、知り合いの方から、iPad の調子が悪く、充電抜いたらすぐ落ちるのと、新しい iOS にも更新できない、という謎の症状が出ているということで、サクッと調べたところ、iOS の更新エラーの原因として、バッテリーの寿命が原因で、エラーが起きるという感じの記事があり、なぜか、話の流れ的に、私が修理することになりました。今日は、サムネでお分かりの人もいると思いますが、100円ショップ、ダイソーで売っているものと、できるだけ安く手に入るものを使って、バッテリーの交換と、iOS 更新をしていきたいと思います。でもですね、一つ問題があるんですよ。今まで一回も、iPad を分解したことが、ない。まあでも、なんとかなるでしょうってことで、早速やっていきたいと思います。それでは、今日使う主な工具などを紹介していきます。一つ目は、クラフトコーナーにあった、プラスチックヘラ。そして二つ目は、工具コーナーに置いてあった、精密ドライバー。これは200円しましたが、ソケットに磁石がついているのと、持ち手が回転するので、使いやすそうですね。続いて、画面分解用の、吸盤。この吸盤なら、画面を引っ張ることができそうです。そしてなぜか事務関係のコーナーにあった、マネークリップ。これは、必ずないと困るオープナーの代用に使えそうです。次に、以前購入して1本消えちゃいましたが、スケッチ用平筆。続いて、これも以前購入したものですが、工具コーナーにある、ピンセット。これは、細かい作業に最適ですね。そして、さっきの筆とセットで使う予定の、シール剥がし液。接着面の除去や、オープナーの滑走用に使えそうです。あとはダイソーにはなかったので、家にあったものになりますが、ギター演奏用の、ピック。ダイソーにある、下敷きやプラ板を切っても大丈夫ですが、今回は家にたくさんありましたので、これを使います。あとは、両面テープですが、さすがにダイソーのは、防水性と強度に自信がないので、ホームセンターで200円の、シリコン製のものを購入しました。ざっとイメージした感じでは大丈夫そうなので、今回はこれで、挑戦してみたいと思います。それでは、作業に取り掛かります。これが今回の iPad Pro 9.7 インチモデルになります。2016年モデルなので、約7年前のものになりますかね。はじめにしっかりとドライヤーで外周部を温めてあります。まずは、画面に吸盤をつけていきます。この吸盤は後ろに倒すとしっかりと固定されるみたいです。はい、じゃあとりあえず少し引っ張って隙間を確認してみます。オープナーがギリギリ入りそうですね。それでは、オープナーの代用品のマネークリップを使っていきます。今更ですが、結構画面に映り込んじゃいますよね。順調に隙間の接着が剥がれていってますね。中がわからないので、少しだけエクシットというサイトで手順を把握しようと思いましたが、英文が和訳されてましたが全く訳がわからなかったので、写真を見てイメージだけはできたので、まあなんとかなるでしょうってことでやってます。カメラ周辺と、ホームボタン。あとは、ホームボタンの右側に配線があったので、そこだけは、深く入れ込まずに手の感覚だけで進めていきます。ちなみに、小指立ててますが、そっち側ではありませんのでご注意を。ホームボタン周辺は少し緊張しますね。手の感触だけが頼りになります。オープナーで隙間を開けながら、吸盤で引っ張る感じですね。オープナーって言ってますけど、マネークリップなんですけどね。そろそろ全周ぐるりと隙間ができ始めたので、はじめに紹介した、ギターピックを差し込んでいきます。オープナーで中の接着を切り、徐々にピックで隙間を広げていく感じです。多分ですが、イメージだとそれでいけると思います。一気に隙間を広げると、
画面が割れてしまったり、開いた時の反動で配線が切れてしまいそうですよね。焦ってはダメですし、でも温度が冷めてしまう前には終わらせたいところです。あと初めに温めすぎると変形してしまいそうで怖いですよね。なかなかサクッとはいかないですね。オープナーを進めていってると接着が切れる感触がまだあります。慎重に行きたいところですね。そろそろ全周にピックが入ったので、もう少しですね。それにしてもこれだけ映ってしまうんだったら、せめて寝癖だけでも直しておくべきでした。わら。もうほぼ完全に接着が剥がれました。はじめに開く側の口をさらにピックで広げていきます。すんなり広がりましたね。じゃあそろそろ開いていきましょうかね。あとは指が入るので、無理に力を入れずにゆっくり自然に剥がれていくのに合わせる感じで。はい、なんとか開きましたね。ではここからはバッテリーの取り外しを行っていきます。まずは画面をどうにか切り離したいところです。このカバーを外せば配線が出てくると思います。それにしてもほんと配線切らなくてよかった。見てください、この位置。もしも1センチくらいオープナー差し込んでたら終わってましたね。あとはバッテリーの接続が真ん中にあるので、それを止めているカバーを外していってみます。それにしてもこのドライバー、なかなかいいですね。大きさがちょうどよくて回しやすいです。予想以上にいい仕事してくれます。ただ磁力が少し弱いくらいですかね。それにしてもネジが小さすぎてなくしてしまいそうですよね。私は磁石付きの受け皿に入れてますけど、もしこの動画を見て真似をする場合は、なくさないように小さな受け皿を購入した方がいいです。それも磁石付きのがダイソーに売ってたと思います。これでネジ関係は大体終わったのかな。この配線カバーがなかなか取れません。乗せてあるだけではないようです。向かって手前右側に爪があり、下に引っ掛けてありましたね。まあ構造さえ知ってれば簡単だったんでしょうけど、一回ざざっと写真見ただけなんでよくわからないですよね。しかも説明は全て変な和訳した文章。この黒いカバーも乗せてあるだけかと思いきや、外周部が下に折り返してあり、やはり引っ掛けてある感じですね。しかも接着されているので剥がすのに少し勇気がいります。半分以上剥がれたらこっちのもんですね。はい、無事剥がれましたね。ではようやく邪魔になっていた画面を切り離していきます。この正式名がわからないので今回はフラットケーブルと呼びますが、すぐに切れてしまいそうで怖いですよね。昔 iPhone を修理したことありましたけど、液晶が取れた瞬間ケーブル破れちゃいましたね。多分今でも強度は変わらないんでしょうね。もうでもここまで来たら終わりが見えましたね。最後に少し残ってた接着を切り離して、無事液晶を切り離すことができました。あとは真ん中の接続部を外していきます。ここのテープを剥がすとネジがあります。ネジが一つと上から金具で押さえてあるようです。ペラペラの金具なので何度も曲げると折れてしまいそうですね。続いてこちら側のネジも外していきます。ではバッテリーを本体から剥がしていきたいと思います。ヘラが活躍しそうですよね。しかし予想以上に頑丈に接着されてますね。たまらずドライヤーでぬくめ直しました。さっきよりもヘラが入りやすくなりました。
ですが、ぬくめすぎると危険なので、もし、甘い香りがしたら、液漏れの可能性がありますね。ただ、古いからなのか過充電してたのかわかりませんが、このバッテリーは、ぬくめる前から若干甘い香りがしてましたね。破らないように慎重に行きたいところです。片方は剥がせました。あとは反対側のみです。これが本当に頑丈で苦戦しましたね。Twitter で後から報告したところ、無水エタノールをつけると剥がしやすいという情報をいただきましたが、この時は、剥がし液があることさえ忘れて無我夢中でしたね。でもまあなんとかあと少しのところまで来ました。ヘラの先が尖ってたのが幸いしてか、思った以上に入りやすかったのかもしれません。なんとか剥がせましたね。最後に、真ん中の接続部を外していきます。ここは、本体から筒状のものが出ていて、それに、バッテリーを上から差し込んで、さらに上から金具で押さえてありましたので、少し外しにくかったですね。取り外したバッテリーがこちらになります。嬉しさのあまり逆さまなのに気づいてません。モデルナンバーが A1664 で、3.82V、27.91W の 7306mAh のようです。中国製造と書いてますね。まあ見るからに中国製ですよね。まあでも無事に取り外すことができましたので良かったです。それでは今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回は、取り付けと iOS の更新に挑戦してみようと思います。それではまた次回の動画もよろしくお願いいたします。